アカシアの店頭に陳列された手持ち花火、2010年8月、日本。手持ち、花火手持ち花火、手持ち花火とは、手で持って使用するタイプのおもちゃ花火。持つための棒あるいは、紐がついている、もしくは、全体が、筒状になっている。古来の日本語名は、手花火で、手持ち花火、手持ち花火は一部の自辞店にしか載っておらず、流通名として、 多く見られるほか公的機関もこれを用いる。おもちゃ花火の代表的一種である。ほとんどが筒状で火薬と金属粉を混ぜたものを紙で巻き持ち手をつけてある。金属粉の炎色反応によって色のついた火花が出る。市販されている花火セットにはこの花火が入っていることが多い。業者によっては線香花火。 すすき花火、スパーク花火の三種類に対別する。事故は次のようなものがある。季語において、手に持って楽しむ。小さな花火については、手花火が、親季語で、小季語として、線香花火、庭花火、ネズミ花火、ネズミ火があり、これらは、夏の季語である。ただし、秋の季語とする、時時点、及び、夏と秋の季語とする、時時点も一部にはある。分類は、 行事、人事、生活。消化用のバケツを用意した庭先で家族揃って手花火に興ずるなどといった情景は日本の夏を代表する風物詩の一つである。なお、手花火と手持ち花火、手持ち花火は同じ意味であるが、校舎は季語になっていない。ありがとうございます。